植物や昆虫など、繊細で複雑な物体を3次元的に計算機に取り込むことができるようになりました。これらは実在する物体をデジタル化し、CG 技術で再現した画像です。形状と色味を合わせて取り込むことができ、自由な視点から観察することができます。3次元形状を正確に記録するために、X 線 CT 装置を用いています。 CT では左の画像のような物体の密度分布が得られますのでそこから右図のように表面形状を抽出します一方表面の色については様々な方向から撮影した写真を用います両者を統合することで複雑な物体のデジタル化を行うことができます CT データを活用し表面形状だけでなく任意の断面の様子も観察することができます 流体の動きや質感を保ちながら思った通りの表現を実現する編集技術を開発しました複数のデータを組み合わせ物理方程式に基づいた最適化問題を解くことで自然な流れを作り出すことができますこれらの映像は流れの一部を編集し球体をコピーしたり削除した例ですシミュレーションは一度しか行っていませんが編集後に再度シミュレーションし直す必要はありません こちらの映像ではシミュレーションにより生成した部分的な流れを組み合わせて大規模な砂嵐を表現しています全体を一度にシミュレーションするよりははるかに効率的に計算が可能です こちらの方法では、左側の滑らかな煙に中央の煙の乱流成分を転写することで、右側に示すような大規模で複雑な流れを実現しています。全体としての動きと乱流の質感を個別にデザインし、かつ効率的な計算を実現しました。表面の微細な凹凸をデザインすることで、観察方向によって異なる像が提示される特殊な反射板を開発しました。 こちらは実際に制作した反射板の例です観察方向を固定し反射板を回転しています回転に伴ってロゴの色が変化している様子がわかりますこちらは仕組みを示しています表面を顕微鏡で観察するとその構造は微細な遮蔽壁と底面のインク層からなっています観察方向に応じてインク層が部分的に遮蔽されることにより異なる像を提示することができます この例では、回転に伴って2つの異なる画像を提示しています。こちらは視点・反射板を固定し、光の方向を変化させた例です。光の方向に応じて、T ポットの陰影や影が変化している様子がわかります。 この例では、1枚の反射板に4枚の画像が埋め込まれています。4枚の鏡には、それぞれ異なる像が映し出されているのがわかります。画像の質感を転写する方法を開発しました。左端の画像のコンクリートの質感を、中央のロウソクの質感に入れ替えることができます。右端に示す画像がその結果です。ロウソクの画像を変更するだけで、様々な質感を表現することができます。 この方法は動画像にも対応しています。この例では物体の周りを光源が回転しており、その質感を変更しています。